地方独立行政法人とは、日本における法人のうち、地方独立行政法人法に規定される、住民の生活、地域社会及び、地域経済の安定等の公共上の検知から、その地域において、確実に実施されることが必要な事務及び事業で、あって、地方公共団体が自ら主体となって、直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には、 必ずしも実施されない恐れがあるものと、地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより、地方公共団体が設立する法人を言う。大きく特定地方独立行政法人と、一般地方独立行政法人に分けられる。地方独立行政法人は、以下の業務のうち定款で定めるものを行う。 具体的には1、介護保険法第8条第28項に規定する、介護老人保険施設または、道場第29項に規定する介護医療院に、会議場施設、展示施設または、日本市場施設であって、総務省令で定める、規模以上のもの3、博物館、美術館、植物園、動物園または、水族館。ありがとうございます。